皆さんおはようございます。スイス在住5人家族のママです。平日の朝は子どもたちだけ簡単な朝食を食べるので、今回は週末家族で食べる朝ごはんをご紹介します。朝ごはんって言っても週末の朝は予定がない限りだいたいみんなのんびりしてるので、お昼ごはんと朝ごはんを一緒にして食べることが多いです。私たちが食べる朝食はだいたい2通りあるんですけど、1つ目が健康的な朝食にしたい時の朝ごはんです。ミューズリーなんですけど、冷凍果物とビーガンミルクをブレンドして、我が家では細かいオートミールにスーパーで普通に買えるこの栄養価の高いフラクシードをいつも入れてます。あとはさっき冷凍フルーツとビーガンミルクで作ったものを上に乗せます。その日によって違うんですけど、この日は冷凍バナナとベリーミックスに豆乳を使いました。あとトッピングにはリンゴ、洋梨、デーツ、ナッツ類、かぼちゃの種、まあ、これもその時によるんですけど、お家にあるフルーツやナッツ類です。たまにココナッツの粉末をかけて味に変化をつけたりします。シナモンパウダーもよくかけて食べるんですけど、美味しいし健康的です。あとはこれをよく混ぜて取り分けていただきます。これは本当に簡単にできるし、コーンフレークとかを食べるよりは健康にもいいので、我が家ではよくこうして食べます。我が家で簡単な朝ごはんって言ったらミューズリーなので、子供たちはもうこれが本当に大好きです。はい、でもう一つの朝ごはんはパンの朝食です。パン作りに目覚めたパパがよくスイスのパンを焼いてくれるんですね。で、大体いつも金曜日の夕方、お仕事が終わってから生地作りをします。これはパパが育ててるサワードって言って、まあ、パンの膨張剤に使うんですけど、これを入れるとパパ好みのパンになるそうです。で、今作ってるのはツォプっていうスイスのパンです。スイスのパンってね、結構バゲットみたいなちょっと硬いパンが多いんですけど、このツォプっていうパンは結構柔らかいので日本のパンに近いです。やっぱりパンってこねる段階が重要みたいなので、パパが頑張ってこねています。ちゃんとよくこねることができたらこの生地がすごくよく伸びるそうなんですけど、ちぎれちゃったのでこね直しです。で、こね終わったら数時間寝かせます。子供たちの寝かしつけも終わって生地も十分寝かせられたので、2つに切り分けていきます。切り分けた生地を棒状に長く伸ばして、このツォップの特徴でもある編み込みに編んでいきます。で、このツォップは伝統的に日曜日とか祝日に食べられるパンで、別名日曜日のパンとも呼ばれています。で、いつも焼きたてを食べたいので、編み終えたら一晩寝かせて翌朝焼き上げます。まあ、焼くのにもね、時間がかかるので、朝起きてすぐに焼き色をつける卵を塗って焼き上げていきます。で、こちらがパパのツォップの焼き上がりになります。で、この水泡のようなものはうまくできた証だそうです。で、見た目よりね、生地もふわふわです。でね、ちょっとごめんなさい、一度で取れなかったので、これはまた別の週末に取った朝食の様子なんですけど、いつもだいたい同じなので、まずは目覚めに欠かせないコーヒーを入れていきます。で、パンのお供の卵ですね。子供たちはラピュタを見てから目玉焼きが大好きなので、目玉焼きと、旦那は目玉焼きがあまり好きではないので、いつもこうして目玉焼きでも卵焼きでもないものを作っていきます。この日のツォップはパパが焼いたツォップではなくて、ミグロで買ってきたものなんですけど、その代わりこの日はこのサワードのパンをパパが焼いてくれました。
ヌテラは日本でも有名だと思うんですけど、我が家ではこのスイス産のチョコスプレッドをよく食べます。で、気持ちだけ食物繊維を準備して、で、目玉焼き黄身がとろっとしてると子供たちがうまく食べれないので結局崩してます。そしてスイスの朝食に欠かせない数種のチーズと、あといつもハムとかサラミと食べる時もあるんですけど、この日はビーガンにしました。日によってパンの種類とか付け足しのものとかは違うんですけど、だいたいいつもこんな感じです。スイス人はね、こういう硬いパンがね結構好きなんですけど、やっぱり結構固めなので子供たちには人気がないですね。あまり私もやっぱり最初の頃はああいう日本の菓子パンみたいな柔らかいパンに慣れてたので、石じゃないかなってぐらいね硬いなと思ったんですけど、でも最近はもうだいぶ慣れてきて、今は逆にこういうちょっと硬くて噛み応えのあるパンも好きになりました。子供たちはあんなこと言ってるんですけど、本当にお世辞ではなくてパン屋さんで買うパンみたいです。平日の朝はやっぱりバタバタしてるので、私も旦那もコーヒーだけとかで食べないことが多いです。今は毎日が本当に慌ただしく過ぎちゃうので、なのでせめて週末とか休日の朝だけでもこうして家族みんなでブランチを食べて、なんというかこう家族みんなで一緒にっていう時間を大切にしたいなと思っています。やっぱりこういう幼い子供たちと食べる食事はゆっくりもできないし、食べ物も喉を通った気がしないし、毎日毎食後は嵐が去った後のように散らかってて、もうね毎回毎回お片付けするのには本当に嫌気がさすんですけど、でもやっぱりこうして家族で過ごせる時間がすごく嬉しいですね。硬い硬いって全然パパがね子供たちに褒めてもらえなかったので、ママが代わりに食べます。はい、ということでスイス在住5人家族の朝食はいつもこんな感じです。もし今回の動画が良かったなと思ってくれたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チュース。